みんなで作ったので、そういうちょっと落書きじゃないですけど、手伝ってもらった人に書いてあります。なんか書いてありますね。はい、大学生とかも手伝ってくれたので、そういうやつとか、マサオさん、床材なんですよね、秋田も奥さんとかの私すいません、ありがとうございます。すごい面白いですね。このカウンターも彼の作品ですよ。これも全部ゼロから作ってるんですね。もともと民家だったので、すごい、千葉県の船橋市と昭和の時代から交流をされてまして、はいはいはい、でまあ、地方創生の時にですね、はい、船橋の市長さんと行きまして、はい、少し人口を分けてくださいって言ってそしたら向こうでフリーペーパー出してる編集長さんが来られてですね、はいはい、いろいろ見て回って、はい、その後いろんな人を連れてきてくれたんですよね、はいはい、でその中の一人、そうなんですか、ね、まあ、いろんなところでいろんな人と出会っていろんな価値観を持って生きていった方が多分豊かな人生なんじゃないかなと思うんですよね。多様性みたいなところで、うん、ここ自体はオートエリアリノベーションプロジェクトっていうか町の支援を受けてコワーキングスペースを作ったんですけど、うん、この4年ぐらいで新しいお店が13店舗ぐらいできたんですよ、うん、町々ですよね、はい、ありますよね、うん、でここだすべてだったらそういう新しい試みじゃないとチャレンジする人結構いるので、うん、そういう人たちがここ出てくると、さっき言われた多様性とかそういうのが豊かさにつながるんじゃないかなってすごく思うので、そうですよね、はあ、